先発の和田、先頭バッターの西岡にいきなりヒットを打たれる今日はスタートになりました。やや不安なスタートでした、まあ、立ち上がりはね少し変化球がちょっと高めに浮いたっていうのがねちょっと気がかりでしたけどね、はい、ワンアウト二塁で井口に右中間へのタイムリーツーベース、先制点となります。まあこれでも井口らしいバッティングでしたね。まあいいバッティングしました、左ピッチャーに対してのね、はい、逆方向素直な打球ですよ。一方オリックス先発は川越、その川越から松坂がヒット、この2回の攻撃がかなりあの鋭さを増したというか、とにかくね先制された展開をやはり2回ですけどねすぐやはりこう同点に追いついたというのは大きかったですね、まあ、甘く入った初球ではありますが長谷川も初球から積極的に行ってレフトへと犠牲フライを放ちました。あっという間に同点に追いつきました。この辺りね積極的なバッティングが好走しました、和田は、まあ、その同点に追いついたあるいはもう逆転してぐらいからこういうピッチが増えてきましたね、まあ、あのコントロール等も良かったんですけど、ね、何が一番良かったっていうのはねやっぱ投球のリズムテンポが良かったですよ、まあ、守備も守りやすかったと思いますし、打ちやすかったと思いますよ。だそして本田がツーランホームラン、今シーズン第1号が早くも出ました。これはね、まあ、本田本人にとってやっぱりバッティングの不調がやっぱり好調に切り替わる、まあ、大事なやっぱりホームランだったんじゃないですか、3対1、さらに松田がセカンドゴロで終わったかなと思ったんですが、なんとキムテキンがエラー、2塁ランナーがホームインです、まあ、この辺りは、ね、非常にもったいなかったですね、このエラーがなければ流れっていうのはねまたちょっと分からなかったと思います、3対1と4対1はまた違いますもんね。ロッカー逆にここからもうリズムがなんか崩れてきた感じでした。4回もピンチを作ったあの方で服部に交代したんですが、服部がいきなり打たれました。川崎のセンターオーバーの2点タイムリースリーベース、そしてその後コーリーから大鉄にホームラン、センターバックスピンへ通算100号の今シーズンは5号目ツーランホームラン、8対1。さらに余韻冷めやらう中、小久保も初球を打って2号ソロホームラン、9対1とリードを広げました。もうこの辺で今日のゲームあったかなというような内容で、あとはこの和田がどこまで投げるかということに注目が集まります。その和田7回キムテキに対しての投球もご覧いただきます。このストレートがもう最後まで今日走ってましたね、まあ、いいキレを見せましたね、まあ、自信を持ってやっぱり投げてるあたりがね良かったですよ、今岡もセンターぐらいに打ち取るなどもう危なげない投球でした。8回も下位打線から始まりましたが、的場を変化球で三振、今井も三振、この回は3者連続三振です。この時点で14個目まで三振の数いきました。そして最後9回も和田がマウンドに上がり、ツーアウトまで行って、そしてキムテギュンを最後はライト、まあ、ライナーちょっとこうペラッとしておらず危ないというか捉えられた打球だったんですがゲームセット。